本日2024年9月23日、阪神タイガースの試合が終わった後、述べてることですけども、まあ、9回、ランナーが出た後、上田選手が、まあ、代走で出まして、ツーアウトでしたので、絶対セカンドに行かなきゃならない部分。で、盗塁。で、片や、木浪選手の方へは、まあ、テレビの画面に向かって、まあ、声に出しながら言ってたんですけど、まあ、伝わっていたかどうかわからないですけども、ストレート狙いと。つまり、相手ピッチャーからしたら、フォークボールを、投げにくい環境がまず出来上がる。まあ、そういうふうな状況を、まず、作って、で、足の力を上田選手に渡して、頭の中を木浪選手に渡すと、まあ、そういうふうな形で、対応していました。で、盗塁が成功した後の、まあ、状況とかにはなってくるんですけども、まあ、続きどんなことを述べていたかっていうのを途中まで、そのテレビのその音声とか入ってましたんで、このあたりからちょっと再生します。まあ、なんとかバット止まれば、ツーツーのカウント等になったり、まあ、まだその先もファースト。ツーツーというカウントということを言いましたけども、まあ、ツーストライク、ワンボールで、あとファーストが空いてる、この環境は、受注ハック、フォークボールとか、空振りが取れるボールを投げてきます。で、これは木浪選手を攻めてるんじゃなくて、まあ、他の選手、まあ、どこのチームの選手もそうですし、まあ、日本代表になれた方もそうだとは思うんですけども、受注ハックも絶対そうにやってくるんですよ。で、特に国際線とかだったら、チーム状況とかいろいろありますから、そこ、勝負に行くとしても、2、3になってから勝負しに行って、で、それでもしストライク入らなかったら、まあ、それはしょうがないな、ぐらいで、対応する。これ、いろんな言葉が組み込まれているから、例えばドジャースの試合とか見ていて、大谷翔平選手を、申告敬遠した後、その後、めちゃくちゃ打たれたりだとか、向こうとかにも伝えてますけども、プロとして試合してるんですから、基本的には勝負しなきゃならない、なんですよ。だからまあ、ピッチャーによって、勝負っていうことの性質が、ボール球を振らすことがそのピッチャーの人にとって勝負だったりするわけじゃないですか。どう考えても。カウントとか、いろいろありますよ。で、まあ、この試合、本当に、まあ、最後の最後まで紙一重だったんですけども、まあ、あのカウントだったら、まだフォークボール投げてくるカウントですね。で、まあ、そこで、まあ、ここ最近頭の中渡していて、そのバットコントロールが良くなってる木浪選手、基本的に大きく長打を狙うような打ち方をしませんので、バット止まりやすいはずなんですよ。だから適してるなとは思ってたんですよ。木浪選手なら。バット止めるだろうなっては思ってたんですけども。まあ、ちょっと止まらなくて、低めのところのギリギリ、そこストレートかもしれないぐらいのところに、低めの膝元のところからボール落ちてるので、まあ、後で動画再生してみて確認したいところですけども、もしかしたら膝下かもしれないんですよ。で、まあ、そこ、シーズン中に、構えた時に、その膝元を通過した時にストライクの判定でしたから、シーズン最初始まった頃、膝の上のところを通過しない限りストライク取ってなかったんですよ。で、途中から膝の、まあ、膝って、まあ、ここからここまであるわけじゃないですか。で、じゃあ、ここの上を通過するんじゃなくて、この辺りとかを通過しても、ストライク取るようになったりだとか、で、その試合によって変わってくる時とかあるので、まあ、そこは、まあ、際どいボールは振りに行かなきゃならない場面なんですけども、ただ、球種に関しては、バットを止めるしかない。じゃなかったら、空振りになる可能性が非常に高い。
ファールで逃げるのもしっかりボール落ちた場合はやっぱりちょっとかなりハードルが高すぎると、まあそういう場面でした。まあその後今日の試合振り返った内容をお伝えします。ベースが空いてるからということで、基本的にはまだボール球を投げてきやすい、これはまあどこの国の人たちのピッチャーでも見受けられます。国際戦でもそれはチームのことを考えたときに、そこ勝負しに行かなくてもフルカウントになってからでもファースト空いてるからと、まあこういう順番がありますので、まあそのあたりですね、ボールが遅い地点でバットが止まればよかったんですが、まあ先ほども喋ってた内容が木浪選手に伝わっていたのかどうかですね。まあこちらの方はコンピューターに投げる瞬間にこう聞かれてきたりするんですよ。まあ、今まで一緒に働いたことのある人物だとか、YouTube で、名前を出してる人物とかに、どっちとかいうふうにこう聞かれるんですね。だからストレートを投げてくるのかフォークボールを投げてくるのか、これは投げてみないとわからないんですよ。だからあらかじめ言ってるのは、スピードが速かったらストレート、遅かったらフォークボールということだったんですね。だからまあ基本的に低めのボールをまあ、見送るかどうか、まあ、膝元なのかどうか、そこなんですよ。で、基本的にカウント的には、まあ、相手ピッチャーからしたら、とにかくボール球振ってほしいなんですよ。あの場面は。ファーストも空いてましたし。となってくると、まあ、ピッチャーの交代がいろいろありましたけど、9番のところ、木浪選手の後、誰が代打陣だったかなどを考えますと、まあ右ピッチャー大勢選手、まあ、日本代表にも出ていましたし、大勢選手を変えることはない。こうなってくると、まあ、左バッター、まあこういうことも想定して今日前川選手をまあ、スターティングメンバーでは起用せなかったのかもしれませんし、まあ、途中の展開考えたら、それはまあ代打、まあ、前川選手という場面、うん、まあ、先に、それでも、まあ、うん、まあ、考え方、まあ、間違ってるとも正解とも、その時点ではまだ言えない展開ですね。とにかく、フォークボールに手を出さないことなんですよね。今日の試合、まあ、途中で、小林麻也アナウンサーの、音声とかこう聞こえてきていまして、まあ、投げる瞬間は別の人間で、同じ勤務先で働いていた男性の声で、まあ、警察官の服装をしていて、あれも警察署で見たことある人物なんですけど、これは今言ってるのは、その男性の有馬警察署の警察官の服装もしていて、まあ、別 の、 あの会社の勤務先で、まあ、もともとは同僚としてスタートした人物なんですけども、その人間の声で、投げる前に、どちらということを聞いてこられた。これはだから、巨人側のピッチャーの選手が投げるときに聞いてきた、ケースであって、この試合が最初の頃の方は、小林麻也アナウンサーの音声で、いろいろ話しかけられていると。で、まあ、こういう状況もまずあるということを理解して、この後の話も聞いてください。その小林麻也アナウンサーに関して判断難しいんですよ。前ボールを歩いていた時に、3対1で巨人戦で負けた試合、ここ数週間前、一月も前じゃなかったと思うんですけども、その時、隣の家から出てきたのは小林麻也の可能性があるんですね。で、そのあたりが難しいんですよ、これが。で、これは、YouTube とかで僕は動画を上げた時に、小林麻也アナウンサーの名前を出して、で、209号室に入り込んでいて、そこから出てきてる可能性があるんですよ。
時期的に考えるとそうなんですけども、ただし、横顔とか後頭部で、あと目とかこう顔真正面から見なかったら、ほぼこう後頭部とかだけだったら絶対顔わからないじゃないですか。で、まあ家でこう撮影してる時って、まあこういうふうにちょっと廊下が見えるんですけども、通り過ぎの一瞬なんですよ。で、これ静止画像とかでも後で確認したんですけども、はっきりと相手がどこの誰か断定することなんてまずできません。今までいろんな髪型を、今までの人生多くの人たちがしてきています。で、その中で、断定なんかできるかっていうのはまずできない。ただ、こういうふうな現象があったと。で、まあそこから先はちょっとその3対1で負けた時の試合説明しますね。途中までは、相手にリードされてなかったと思うんですよ。で、その時も対戦相手は巨人だったんですよ。で、小林麻也アナウンサーの妹の小林麻央は、日テレ系列、要するに関西でいう読売テレビで、ニュースゼロを読んでいたっていうことになってきて、会社関係のつながりなのか何なのか、本人は西宮市でも生まれ育ったっていうことを小林麻也本人は述べてますけども、これ何がどう動くか分かんないんですよ。で、結果だけ見ると3対1で負けてるんですよ。投票に行った人間はどうなるのかだとか、地元の出身がどうこうだとか、ただ廊下歩かれた時に負けてるんですよ。だからまあその辺のところで、その、まあ、コンピューターが言ってきてるんだとは思うんですけども、ただし、まあ、小林麻衣アナウンサーの声で取られてるんじゃないかと、向こうも。だからその辺のところとかを考慮したときに、どう判断したらいいのか、非常にこれは困難なんですよ。これね、試合の勝ち負け、小林麻衣アナウンサー本人が、関わり合いたくて、その頭の中を提供してくるんだったらいいんでしょうけども、そうじゃなかったら、これ、もうコンピューター自体がどう判断してくるかわからないじゃないですか。法律的に考えたときに。だから正解何かわかんないんですよ。身勝手に人の頭の中を使ってもいいかどうかと。だからまあその辺のところでですね、まあ対応が非常に、難しかったと。それはまあ途中の展開で、まあ1点取られた時のケースですけども、まあ国際戦を見据えて、そのエシュオンというワードだけでどこまで抑え込めるかっていうことを私は知りたかったんですよ。まあ試合展開も途中まで高橋優斗選手、しっかりと抑えていましたら、頭の中の供給もまずしっかりと言ってたんですよ。で、急にですね、1点取られたイニングの時だけ、エシュロンっていうワードだけで頭の中いかなくなったんですよ。それまでエシュロンというワードだけで、エシュロンがありますだとか、そういうふうな内容で頭の中いってたんですよ。だから急に頭の中いかなくなったので、高橋優斗選手に、それで、サードに、佐藤輝明選手の頭の上を越される、ライナー性の当たりを、打ち込まれてるんですよ。で、まあ、これはまずいなと。まあ、最近行動してたかって言いますと、エシロンプラス IK スキューの履歴だとか、まあ、そういうふうな内容に変えていて、まあ、1点取られてからは、IK スキューの履歴をお渡しいたしますと。そういうふうな内容とかもありますし、それでまあ、昨日の試合は勝ててるんですよ。エシロンプラス IK スキューの履歴で。だからまあどこにミスがあったのか何のかのところで、これ言葉を言うことをがすごく重要なんじゃなくて、まあ、言葉を何を用いることによって自分の頭を大量に選手に渡せるようにするか、できるような環境を作れるか、ここが重要なんですよ。あとは点数に関しては1点差でもいいから勝ちは勝ちなんですよ。とにかく勝てればいいんですよ。まあ、特定の根拠とかいろいろホームページに記載してますけども、いろんな試合展開とかもありますから、まあ、その辺のところ込みで、あの瞬間、エシロンというワードだけでは、
頭の中一切いってなかったんですよ、高橋優斗選手に。だからその状況は非常に危険で、例えば柔道で例えると、パリオリンピックで例えると、日本代表の選手、強い柔道家の人たち、います、実績のある人たちが。だけども、頭の中は全くいってない状態って、一瞬で相手選手に一本取られたりするんですよ。相手選手も誰かが頭の中を供給してもらってる。で、日本人選手が頭の中を供給してもらってない。この状況になった時が非常にまずい状態で、一瞬でやられます。で、頭の中の供給に関して、どのような形で相手に取られたりすることなく、供給するかのところで、だからそこで編み出したのが、淡井圭介の利益をお渡ししますっていう形なんですよ。あの情報量。で、エシロンスーパーコンピューターなら先に理解しておける、頭の中の供給先を固定できる、これなんですよ。だから、試合が始めた時に、その淡井圭介の利益に関しても、例えばピッチャーが投げた時とかだったら、高橋優斗選手が投げた時に、こ体からこう何か取られてる感覚はあるんですね。だから淡井圭介自身を取られてる可能性がある。まあこれは今までの国際大会でも十二分に経験してきました。相手の国にも、の方にも取られてるんじゃないかと、淡井圭介自身がですよ。で、その辺のところで、淡井圭介の利益という内容のものであれば、私の権利者ですから、取ったら横領事件になると。そのワードを使うことによって、まあ、ここに iPad を置きながら、まあ、テレビを撮影しながら、iPad に向かって、そういうことを、一回一回、述べたりとか、心のワード、テレビに向かっての心のワードの組み上げも、その日の試合に生かされてきてるんですよ。で、エシロンというワードを使うことによって、テレビ局の多分コンピューターが、まあ、誰かの声を使って、聞いてくるわと。だから、テレビ局の、コンピューターがエシロンというシステム、要するに日本の場合だとスーパーコンピューター富岳だと思うんですけども、まあ、そこに聞きに行ってると思うんですね、今までの内容とかで、もう物事がどう稼働していくのかが決まってくると。まあそれはもう、今まで取り組んできた、試合でもうはっきり分かってるんですけども、だからまあ、負けはしましたけども、国際戦を考えたときに、そのエシロンというワードだけでは、急にダメになる。エシロンイコール、まあ、どういうふうな内容を使ってくるのかわからない、矛盾することを、今までの人生の言葉すべてを羅列すると、矛盾する部分が絶対出てきます。ですので、だからエシロンというワードだけでは危ないということが分かりました。で、まあ、他の試合とかでも、この間まで阪神タイガース、4連勝か5連勝してたと思うんですけども、まあ、向こうの方に、水分補給、水飲みに行ったりだとか、試合中、ただしています。で、まあ、お手洗い行くときは、労働基準局の監督官に勤務中のお手洗いは認められていますと、まあ、そういうふうな内容を心の中で、唱えたり、まあ、iPad に向かって言ったりだとか、まあ、そういうふうな、対応をしています。一回一回ですよ。これしなかったらどうなるかも、最初から今まで散々、嫌な思いしてきましたんで、なんだこのむちゃくちゃなルールはと。基本的に野球は3時間ちょっとぐらい、1試合の試合時間ありますから、そうで、洗いぐらい行くでしょうと。その瞬間、阪神タイガースは今までフリーになっていたりだとか、国際線云々とか、まあそういう部分はあったんですけども、まあそれを、世界のルール、法律で、労働基準局の監督官に勤務中のお手洗いは認められていると。まあそういうふうな内容で対応して、ちょっと一回動画撮りましたけども、その体温とかも今もそうなんですけど、体温どっかに行ってるんですね。で、その体温を渡すことによって、その選手が結果を良い結果が出たりだとか、あとはまあ去年で言うと千賀投手、アメリカの方でシーズン始まった時に雪がちらついてる中で、投げてたんですよ。
で、フォークボールなんか特に指先が例えばすごくこう寒くて、指先の感覚がしっかりとないような状態でフォークボール投げたら、まあ失投しやすくなるわけじゃないですか。まあその時は意図的に指先の体温を渡ししますとか、まあそういうような形でテレビのニュースからですけども、まあ渡したりしたりして、最初の方は結果が全然出てなかったですから、千賀もかと、大谷翔平だけじゃなくて、これちょっと一人で何人対応せなあかんねんと、まあそういうふうな、形で、行っていました。で、これ、プロ野球業界の人たち全員にお伝えしたいんですけども、まあもちろんサッカーのこととかも知ってるから、とにかく試合の数が尋常じゃないと。で、テレビのニュースを見て思い出したりしてる方なんですよ。例えば野球の試合が始まる前に、例えば野球の試合って大体ナイターで18時から試合始まるじゃないですか。だけども、試合が始まる前から頭の中がだいぶ取られたりとかしたりするんですね。おかしいなって、これ未来の時間軸に渡してるのかなとか、こういろいろとか考えたりするんですよ。で、最近のニュースを見た時に大野里っていう力士の人が、まあ昨日のニュースで優勝が決まったんですかね、石川県の出身の人なんですよ。で、それで、ああ、そうかと。ああ、そうそうそう、そうだったと。まあ、そういうふうな、内容を思い出して、ああ、頭の行き先は、大野里選手かと。こういうふうな形で理解したりしていました。だから、なんかその後、頭の中、試合中に供給してもらっていたから、その後の阪神タイガースの試合や他の選手とかに頭の中を供給しに行ってる可能性もあるんですよ。予想の試合だとか。それが点数とか得点差につながったりだとか。もうあると思いますよ、多分。お手洗い行ってるとき、今度それを言うと、対戦チームの方が、不利になっていたりします。で、ただ、太陽の話、もう一度戻しますけども、もともとお手洗い行くときに、試合中にトイレを行ったという理由という形プラス、お手洗いでトイレするとき、気抜いてなかったら出ないじゃないですか。で、あの状態って、例えば、バッターにとってもピッチャーにとっても全然良くない状態で繋がってしまってるわけじゃないですか。だから能力はどちらかというと低下してしまう。だからそこで、労働基準局の監督官に勤務中のお手洗いを認められていますっていう形になると、多分、対戦チームの選手と繋がってるんじゃないですか。わからないですよ。だけども、そのような形で、優位になってた部分が、見受けられます。ただ、これ今までどうだったかって言ったら、この、何十年もの間、それまでその方法がわからなかった場合、お手洗い行ったら、戻ってきた打たれてるだとか、もうアウトカウントが積み上がってるだとか、こういう風な状況だったんですよ。だから、なんだこのむちゃくちゃなルールはと。体温取られたら、特にお腹の部分とかお手洗いが近くなる、睡眠不足になったら、喉が渇きやすい、水分補給が多くなる、お手洗いに行きやすくなる、相手チームの方が優位になるでしょう、みたいな、形だったんですけども、まあ、それが、ルール、法律っていうことで、対応すると、形が変わってくると。まあ、そういうような、部分があります。ただし、まあ、他の、試合の途中経過などをもう一つのタブレット端末で確認することがあるんですけども、これも言葉の組み上げ、うんぬんもあると思うんですよ。普通に考えたら、物事は何事も、確認が重要であると。一般人の社会人の生活は絶対そうなんですよ。で、その多気流状の経過、云々とかを気にしたりするのは、例えば、聞き取りにくかったと思うので言っておきます。多気流状と言っています。今の昼間の時間帯に、どこのチームが試合をしているかしないかのところで、それもやっぱり試合中に意識ある程度してしまいます。じゃあ、テレビに向かってそれを、意識しているので、そこで当たり外れが出てくるんですよ。一応途中で確認したりとかも、します。で、その辺のところのルールはどうなってるのかわからないですけども、
基本的には思い込みすぎたりとかして、例えば今日野球の試合だけじゃなくて、例えばサッカーの試合、途中で確認したんですけども、まあ月曜日、祝日なんですよ今日は。で、まあ今日は試合はなかったと、 J1 チームので、これなぜ今日そういうふうに確認しようかと思ったかって言いますと、言葉のワードを組み上げたりとかして頭の供給をします。でその後パスっていう言葉が聞こえてくるんですね。でそのパスの行き先ってわからないんですよ。パスって言われたらサッカーかなって思って、で、今日 J リーグの試合、 J1 の試合あったかな、どうかなっていうところで、確認したりだとか、まあ、一応野球の試合の対応の仕方としてはパスっていう言葉が聞こえてきたとしても、とにかく目の前の画面に集中してますから、基本的に、相手選手に行ってしまってるんじゃないかと、まあ、そういうふうな懸念があるので、阪神タイガースの選手の方にパスというような形で、まあ、阪神タイガースの選手の方へとか、まあ、そういうふうな、形で対応しています。どこにパスされてるかわからないんですよ。あとは特定の根拠とかですね。だから、多種多様の種目や競技があるので、まあ、確認作業っていうのは必要になってきます。それ、確認したときに、その日、例えば、ヴィッセル神戸の試合があると思い込んでいて、試合を進めていて、それがコンピューター判断の判定で、本当は試合がなかったと。そうしたらどうなるかって言ったら、阪神タイガースが1点取られたりだとか、そういうような現象は今まで何回も経験してるんですよ。だからたまに確認したりだとか。で、それも確認しなかったら、その辺のところいろいろ意識したりして、失敗したりすることあるんですよ。ですので、まあ、途中で確認をしたりします。まあ、途中で岡田監督は、涙流しそうな、まあ、表情になっていて、きついことを書いてるからやっていうことを、まあ、僕もスクエアエニックさんのゲームの件で、まあ、きつい内容になってると、まあ、常軌を逸してると言ってもいいぐらい、その人の人生をずっと解決できなかったら、それこの作品どれぐらいの人たちがその心を痛めてるだとか、そういうことを分かって作っていますかと、まあ、そういうような話になってきますので、まあ、相当むちゃくちゃな内容で進んでいたと。だから、まあそれを意識されたのか、まあ、僕の方が先にきついことを書いてるからやっていうことを、まあ、僕もスクエアエニックさんのちょっと動画撮影途中で止まったので、もう一度撮り直します。ゲームの件で、まあ、きつい内容になってると、まあ、常軌を逸してると言ってもいいぐらい、その人の人生をずっと解決できなかったら、それこの作品ですね、ちょっと一部重複してると思います。どれぐらいの人たちがその心を痛めてるだとか、そういうことを分かって作っていますかと、まあ、そういうような話になってきますので、まあ、相当むちゃくちゃな内容で進んでいたと。だから、まあそれを意識されたのか、まあ、僕の方が先にそれを意識していたんですけども、いや違うかな、岡田監督が涙目になっていた時に、まあ、そうだったかもしれませんし、ただその涙目になってる原因がその小林前アナウンサーの件なのか何なのかよく分かんないんですよ。でその小林前アナウンサーが本当に離婚してるかどうかもよく分かんないんですよ。本当にインターネット上とか YouTube では動画のつなぎ合わせでそうなってたりしますけども、何かそうじゃなかったような内容を見たことあるんですよ。だからその辺に関しては私の方で調査するような権限があるわけでもないし、まあ、裁判所で、さまざまな方向性から訴えたら、その結婚してるか結婚してないかどうか の情報入手ぐらいはできるかもしれません。ただし、まあ、そこまで訴訟費用もないですし、まあ、その辺のところを小林前アナウンサーの声が聞こえてきたからといって、で、まあ、特に動揺することなく、とにかく試合進めればいいと。
で、まあ、とにかく今日の試合、高橋優斗選手が点取られた要因は、あの佐藤輝明選手の頭上にライナー性の当たりを打ち込まれた時、全く頭の中いってなかった。何回も言いますけども、エシオンというワードだけではこれはダメだと。これは、今日の試合ではっきりと分かったことということに、なると思います。まあ、マジックに関しても巨人のマジックは、残り4というところで、今は4でしたっけ、今日の試合が終わって4でしたっけ、まあ、それもまた後で確認が必要になってくるかと思うんですけど、まあ、なかなか、まあ、大変な状況ではあると。ある程度動画でその試合にとか対戦カードとかあるんですけども、ただもう試合始まったらもう気持ちしっかりと切り替えてますんで、巨人が連敗する時だってもちろんあります。でそれプラス、特に8月9月横浜 DeNA さんも、かなりの勝率で勝手きで追い上げてきてますんで、試合中に横浜 DeNA さんのセ・リーグ優勝も一瞬頭の中よぎったりします。これはもう自分が、12球団セ・リーグもパ・リーグも第二次世界大戦の後の優勝回数の数を揃える、最下位の数を揃えると、まあ、そういうふうな形で物事進めてまして、まあ、それはもう27年前、に決まってたことで、天皇家の人たちも、その当時の天皇陛下も、なる人さんも、話聞いていたら、この優勝回数は我々もおかしいと思うと。で、政治方向からでいくと、国会議員の人たち、当時の、内閣だとか、そういう人たちの中でもやっぱりこれはおかしいと。これは優勝回数平等にならなきゃおかしい、その頭の中取った取られたとかがあるからっていう話で物事確定した段階に進んでますので、だから、状況とさまざまな内容を整理整頓するとどちらにしてもホームページ IKS 君の利益イコール横浜 DeNA さんのことも書いてますから、それ込みで、物を進めていましたし、阪神タイガースも横浜 DeNA さんの試合も、両方勝ってる試合が、8月あたりから、増えています。何してたかって言ったら、撮影しながら証拠の撮影を映しながら進めてたんですよ、毎回毎回。で、それが一番その効力が大きい。その裁判になった時に何がものを言うかっていったら絶対的に証拠であって、でこれは今言ってないように別に、その裁判だけじゃなくて、そのエッションとかそういうシステム云々の部分のところも含めて、そうですね、だからテレビでつながるつながらないの話とかもありますし、だからこの iPad を使って、撮影しながら、試合の勝ち負け取り組んで、阪神タイガースも横浜 DeNA も、もう両方とも勝ってる、状況が、出来上がっていました。ロッテさんや楽天さんも勝ったりだとか、なんかそういうふうな状況ができてましたので、だからもともとの、プロ野球界の合意もありましたから、だから優勝回数平等の方向で絶対進むはずなんですよ、本当はもともと。だけどそこには各個人の立場とか球団の立場とかがあって、抵抗があって、それを証拠で、抑え込んだりしてると、そういうふうな状況です。ジャイアンツさんは仮にもし優勝したとしたら下で、会社がお金持ちすぎても余計な建物を建てたり、読売ジャイアンツさんでいうと、高近年でいうと、温泉を掘り当てた時に地熱発電を行わないで、温泉を浸かるだけ その温泉屋さんを開いてしまったと。で、僕も介護施設に働きに行って分かったんですけども、その入浴をする時に、最新型といいますか、ユニットバス開け閉めするようなもので車椅子に乗せたまま、老人の方たちを入浴していただくと、こうなってくると1回1回
湯を張らなきゃならないんですよ。だからそれだったら最初からその温泉水使っていれば大量のガスを消費されなくて済むと。だからそういうふうな形で老人ホームを作ったらよかったとか、まあこういうふうな結論になったりするんですよ。これ一応計算して言いますね。だいたいお風呂、160リットル小さなユニットバスで、だいたい湯が必要になってきます。だからこれをガスで沸かすとなると、例えば老人の方、一つの老人ホームで、まあ、100人なり100何十人なりと入ってもらったら、まあ、計算しやすいところで100人と仮にしたとするとですよ、そしたら160リットル ×100 で、1万6000リットルの湯を沸かさなければならないと。こうなってくるとガスの消費が非常にもったいないので、そういうふうに、温泉を掘り当てた時に、その、地熱発電に使える温度の高い温泉と、地熱発電に使えない温泉がありますので、まあ、それにもよってくると思うんですけども、その、地熱発電に利用できない温泉の温度のところを、その、老人ホームにして、入浴する、まあ、温泉水を使用すると。まあ、そうすることによってガスの消費を、抑え込めると。まあ、こういうようなことを私は言っています。ただ、まあ、まあ、まあまあ昔から、かなりの売り上げを、読売ジャイアンツさんが出していますと。で、それに関して、まあ、河川水門開式玉発電等が、進めば、東京は東京の方で、お金、出してもらって、設置してもらえませんかと。まあ、あとは僕のホームページ見てもらって、どういうふうに、河川に設置していけばいいか、まあ、それは見てもらったら、分かると思います。まあ、関西の方とかでも、まあ、僕の考えではその、まあ、途中のゲーム差等を考えた時にやっぱり阪神タイガースが優勝して、で、まあ、兵庫県大阪、まあ、この近畿圏内で、河川水門開式玉発電とにかくまず設置する方が先なんじゃないかと、まあ、こういうふうな考えになったりする時もあるんですよ。普通に考えたらまずそうなんですよ。どこかで実証実験をして、利益出るところを純利益までたどり着くところまで、結果出さなかったら誰も絶対投資なんかしてくれなくなるんですよね。だからそこから先、もしそのパターンだったら国が、崩していくという形をしなきゃならないんですけども、まあ多分利益は出ると思います。バイデン科学の、97.5% が設置した業者さんで、まあ、業者さんのを、まあ、関電さんが例えば設置したとするとですよ。で、まあ、特許の分、取り分、僕は 2.5% だとか、まあ、そういうふうな、形になると思います。まあ、今までの動画を見て、秋篠宮佳子様の今までの動画を見て、心の声で僕は、エネルギーの残存問題の総裁になってほしい、まあ、動画でも今まで言ってましたけども、なりますって、返答してくれてるのも発見してるんですね。だからまあその辺のところとかも考慮して、まあ、とにもかくにも阪神タイガースとして全力で勝ちに行ってたんですけども、だから今日、まあコンピューターの判断かもしれないですよ。普通に考えたら、エシロンプラス淡井圭介の履歴なんですよ。で、淡井圭介の履歴は権利物で固めることによって、淡井圭介を取られることがなくなる。で、まあ、これ、一応、こういうふうに言ってるのは、法律をたどっていくと、みんな、国際連合人っていうことになるんですよ。国際連合国に加盟してるんですよ。国際連合、国際連合憲章ですかね。まあ、ああいう法律を見てもらったら分かる通り、加盟国なんですよ。だからみんな、世界中、国際連合人っていう形になっている、いますから、例えば、FIFA ワールドカップの予選とかを見ていても、例えばヨーロッパの国同士とかでも、同点の試合がすごく多いんですよ。だから何かの理由を持って、なければ、まあ、なかなか勝てなかったりだとか、
それはプロ化してるチームで日々練習がしっかりできる環境の人たちがもちろんメインになってくるんですけども、これがアマチュアの方で、例えば、他の仕事をしながら、休みの日に練習してますという立場の人たちとしては、もうそこまで来ると神がかり的な力を云々だけでどうこうできるかって言ったら、それはかなり難しいじゃないですか。まあ分かりやすく言うと、小学生の、柔道を始めた子とオリンピックの、メダリストの、柔道家の人が試合をした時に、その初めて試合、初めて柔道を取り組み始めた小学生に頭の中をいくら渡したところで勝てるわけがないんですよ。筋力とかも渡したところで、腕の力とか足の力とか背中の力とかを渡したところで、どうしようもないですから、それと同じで、まあある程度その実力が拮抗している同じような環境があったら、そう大きく同じ人間同士ですから、そんなに大きな差はないと基本的には、私は考えています。まあ身長が例えば170センチぐらいだったら、阪神タイガースで例えると、中野選手や近本選手みたいに、まあ今年は近本選手は調子途中から良くなってきましたから、まあ足が速くて、守備範囲が広くて、盗塁打率が高い、先頭バッターということであれば、まあ十二分に、レギュラーとして、活躍できると。まあ去年の中野選手が本当の姿だと思うんですけども、まあ今年の中野選手はちょっと打率悪いですけども、まあもともと守備範囲が広くてですね、まあそういうふうな、まあ生き方というか、ただし、まあ大谷翔平選手になってくるとちょっと話がだいぶ変わってくるんですが、搭載している筋力量が全然違いますから、流し打ちでも彼の場合は左中間とかに、流し打ちでホームランができてしまうと。他の選手は流し打ちでそんなにポール際のところとか、ポールから、まあ10メートル、20メートルぐらいの範囲までのところだったら、飛距離があんまりいらないですから、右中間、左中間とはだいぶ話違ってくるんですよ。筋力量的に、本当にタイミングよく捉えて、特に変化球とかですね、ボールが飛びやすい。そういったものを捉えたら、まあ、流し打ちでもホームラン、深いところ、右中間もしくは左中間にホームラン届くんでしょうけども、まあ、大谷選手の場合は、飛距離ですからね、本当に死んで、緩い変化球を捉えたときに、思いっきり振りに行く振り方じゃなくて、すり足打法の方でも、あれだけの飛距離がもともと出ますから、やっぱりホームランの数が根本的に変わってくるから、野球の仕方の問題になってくると思うんですよ。まあ話に戻しますけども、まあまあ国際連合人ということで、勝ちに行くだけの理由っていうものが必要になってくると、まあそういうわけです。相手ピッチャーがそのストライクゾーンにボールを投げれなくなってるような現象に 見受けられて、そのああいうふうな現象で多分こちらの言葉のワードを組み上げてるから、ストライクゾーンにボール投げ込んだらかなり危険な状況だから、ああなるんだと思います。今までの傾向わかりやすく言うと、言葉のワードを組み上がって頭の中は大量に、阪神タイガースのバッターの人に言ってる場合は、相手ピッチャーからしたら投げ込んでしまう、ストライクゾーンにボール投げ込んでしまうと打たれる確率が圧倒的に高いんですよ。ほぼ打たれるんですよ、ほぼほぼ。だから自然とボール球になるんだと思いますよ。っていうのは、球走っていて150何キロとか出ていて、で、結構外れていたりとかするときとかあるじゃないですか。それなりに外れたりだとか。ストライクゾーンにボール投げようとしてるのは、投げ方とか見ていて、その後の、仕草とかで、今のボール本当はストライク取りに行ってたんだろうなっていうようなところで、ボールがストライクゾーンに自然といかないのは、言葉のワードとか組み上がって頭の中は大量供給阪神タイガースの選手に行ってるから、それはそれで多分投げ込んだら高い確率で打たれるからああなってる可能性も非常に高いと思います。多分そうだと思いますよ。わかりますと、で
まあそのエシロンというワードだけでは、まあ、これはダメだなと、まあ、ピッチクロックとかいろいろ始まりましたから、あのバッタークロックもありますし、アメリカの方では、まあ、国際ルールが今年のプレミアでどういうふうな形になるかだとか、まあ、様々なことを考慮して今日の試合を行っていました。で途中まではあのエシロンプラス IK スケの利益からエシロンだけで、ランナーがいないとき、だからそれがある程度、まあ、2アウトまで進んでからそれを試せばよかったんでしょうけども、あ、そこはまあ僕の過信だったかもしれないし、途中まではそのエシロンというワードだけでも頭の中言ってたんですよ、高橋優斗選手ですので、まあ一つ大きなお勉強をさせられたかなというのが、まあ、今日の試合の、私の実感です。まあ、途中であの選手の人たちが、まあ、石井投手も、うん、抑えた後マウンド降りた時裏って言ってましたけども、まあ、他の選手も途中で裏とか言ってましたけども、まあ、多分何かが聞こえてきてそうなってるんだと思うんですけども、僕もね、このテレビから一旦離れて、例えば CM の間にこう水を飲みに行ったりとか、お手洗いに行ってる時とかに現場でいろいろ言われるんですよ。でそれに対していろいろ考えたりするんで、これね、この時言う、あの忘れてたんですけども、電気が、暗いところ、ついてないところに行こうとすると違う内容を言ってこられる可能性が非常に高いんですよ。多分そうだと思うんですよ、システム的に。もうこれもう何年も前かもずっと同じですから、あの暗いところに行こうとするとこう違う内容を言ってくる、その形式だと思うんですよ。でそれがその日遊んでる遊んでないとかにもよって変わってくるのか変わってこないのかとか、これ不明なんですよ。その基本的に今日に関しては遊んでない日3日目で、昨日もその前の試合も試合終わった後も遊んでないんですよ。裁判用の書類作ったりだとか、データ、証拠の動画とかを、まあ、他にはあの報道関係とかといろいろ言葉の受け答えとかしていて、まずそちらですね、まだスポーツの方のところを、ブルーレイディスクに、書き込んだりだとか、それができてなくて、で、もう今日なんかもう、ブルーレイディスクにせっかく20GB 近く、書き込んでいたものが、まあ、15GB ぐらいですね。それが、それプラス別の動画を書き込もうとしたときに、それがパーセンテージが全然動かないんですよ。読み込んでるのが。それが今日14時55分からテレビの放送が YTV 日本テレビ放送網で、放送があって、まあ、それも試合開始からの放送ではないと。で、まあ、これ、試合、こう、テレビ撮影しながら途中で指摘してるんですけど、CM とか、CM の間が非常に長くて、その間に CM が終わってた頃には、阪神タイガースの攻撃、もうワンアウト取られて、カウントも、ストライクが先行していたりだとか、まあ、そういうふうな、状況が見受けられたりとかしてたんですね。で、まあその件についてもちょっと触れたりもしています。で、ちょっとこれ先進めますね。まあその電気が消えてる消えてないのと、これね、ほんとこれややこしいです。スポーツの勝ち負けで、それ、これね、試合、テレビ電気つけて取り組んでる時だけじゃないんですよ。これ、この向こうに行こうとしたその前に違うことを言ってくるんですよ。電波で。で、それ当てたり見破ったりとかで対応してると思うんですよ。もう試合数がもう多すぎて、どこで何が起きてるかわからないんですよ。テレビ見ながらじゃなかったら。か、もしくはインターネットで数字でも何でもいいから、状況がわかるもの。まあ、オリンピックで言うと、まあ、オリンピックの時に、その、フェンシングの方で、頭の中、50% 近く渡して、まあ 50% まで引き上げて、渡すみたいなことをインターネットで記載して、まあそれから頭の供給量を大幅に上げて、まあ、試合相
手が途中でリード、まあ途中からの参加みたいな形で相手の方がポイントをリードしてたんですけども、時間の経過とともに日本の方にどん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 ポイントが入っていって、追い越して、で、あとは差をつけていって、最終的に勝つというような、動画もあります。あれね、もうこの iPad でこう、そのフェンシングのこう点数、何々国、まあ国名が書いていて、その横にこう点数が、上の方にライブ中継って書いてるだけで、そこの点数、まあポイントが多いたら、まあ、ちょっと時間がずれてそれが表記されたりするんですけども、あれも何十分とこう iPad 持ったまま頭の中の供給をずっと行っているで、廊下から誰か喋りかけられたら邪魔される。もう上の外からでも同じですよ。誰にも喋りかけられないのは一番良い環境なんですよ。それね、その裏っていう言葉を言った時に、例えば、まあ、裏のイニングに、得点して勝ちに行くだとか、まあ、そういうような形で対応しなきゃならないのか、裏って言われたらね、こう やっぱり横浜ベイスターズさんとかのことが頭の中よぎってるから、それを阪神タイガースの選手たちが強く意識しすぎて、それだったら裏だとか、まあ、順位的に、まあ、いろんなケースを先に考えておかなきゃならないじゃないですか。で、それを先に考えてなかったら、そう、いざなった時に腹のくくり方とか、どう対応したらいいのかのところで、まあ、もう今年の試合でも、今先ほど電波でごめんっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、山口隆というものの、声で聞こえてるんですよ。まあ、心の声だから当人である可能性が基本的には高いんですけども、これ僕は心の声を送って、今までテレビ局の出演者の人たちと受け答えをずっと長年しましたから、これ分かるんですけども、違う人の声に変わってる時はかなりあるんですよ。で、それ対象者誰かって言ったら、髪の毛染めてる人間の人とかに結構見受けられます。で、あと、スポーツの勝ち負けも阪神タイガースの試合をしていて、ほとんどの人髪の毛染めてないんですけども、僕の声じゃない声で聞こえてきてるとき結構ありませんか？多分全部僕だと思いますよ。それか未来の時間軸の淡井圭介の声なのか。で、その敬語の部分に、まあ深いこだわりがあると思うんですけど、未来の時間軸からのつながり、声掛けとかもありますから、投げ終わる瞬間までに敬語じゃないときに、その後、投げ終わった後に何々ですで未来から送るみたいな形で心の中の組み上げとかも作ったりしてるんですよ。それでストライク取れたりします。だから、現場でリアルタイムで聞こえてる人たちが、敬語じゃないという判断になってるかもしれませんけども、それを未来の時間軸からで補ってるんですよ。これは、リアルタイムの放送をこう見ていて、リプレイの画面が出て、いなかったとしても、それ未来の時間軸に自分がいるんですよ。言ってる意味伝わってますでしょうか？ボールを投げてる途中で未来の時間軸からも声を送りますにしておけば、投げ終わった後に何々ですっていうこと。今までだったら、その、投げるまでに何々ですじゃなきゃ敬語じゃなかったのが、そこまでが言葉のワードが組み上がってなかっても、その後までボールが手から離れた後の言葉の組み上げでも追いつく形になるんですよ。ファーム DNA 対阪神タイガースその試合はもう見ないでももう結論出してるんですよ。で、まあとにもかくにも、だからまあ僕はどう考えたとしても、裏とか表とかいうことはいらないと思うんですよ、阪神タイガースの選手としては。だと思います。絶対これ考えるなって言っても無理だと思うんですよ。その僕の大義っていうのは、そのごめんなさい、優勝、ちょっと音声今重要なところが途切れましたけども、大義名分って言ってます。これ絶対必要なんですよ。法の下に平等ですから、法律的に。あと、今まで国会議員の人たちが昔から認めてくれてる件と天皇家の人たちが認めてくれてる件、この両方はどう考えても必要だと思うんですよ。回数が昔
読売ジャイアンツやパ・リーグでいうと西武ライオンズさんに偏りすぎていた。で、法のもとに平等っていうのが効いていないこのコンピューター社会で、何をもって強いとするかっていうことの定義はとにかく置いておくとして、まあ、僕の場合は人をどれだけ助けたかがその人の強さになるわけであって、でこれは法のもとに平等で物事を進めてきて、僕は子供の頃 その1985年の阪神タイガースの優勝の頃から、まあ、その辺の話は友達間同士でもありましたし、その後、他の球団も優勝させてあげなきゃならないんじゃないかだとか、これ学校の先生も込みでそういう話クラス内とかでもあったんですよ。でこれクラス内だけじゃなくて、その近くの集合住宅とかで、住んでる、まあ、球団も優勝させてあげなきゃならないんじゃないかだとか、これ学校の先生も込みでそういう話クラス内とかでもあったんですよ。まあ、そのあたりから1985年ぐらいから、少しずつ変わってきたんだと思いますよ。でその後阪神タイガースが2003年のセ・リーグの優勝 をしているんですけども、その時2003年春山整骨院の建物が解体されていたんですよ。あの建物がその時僕はナルトのエッサンスリゾートホテルに、勤務しに行っていて、まあ、解体するとき音がうるさいからだと思うんですけども、で、まあ、入れなくなってたのは2000年ぐらいだと思うんですよ。まあ、もう一つの向こうの方の花山整骨院に関しては、入り口封鎖されています。コンクリートで固められて。で、まあ、そこの花山整骨院にスポーツ選手だとか、テレビ局のアナウンサーとかが出入りしてるのを見ました。でそれ確認済みなので、それされると余計ややこしくなるから、みんな絶対春山整骨院に近づいちゃダメよ、出入りしちゃダメよの話になるんですよ。まあちょっと話だいぶそれましたけども、以上ですということで、まあ、昨日、安倍晋之助監督が、読売ジャイアンツの安倍晋之助監督が、まあ、どっちでこういう動きしてたものですから、ピアノを弾くをこう、例えば何かこうしてるのかなと、まあ、スポーツ界を笑わせてきた方が悪いのルールが、これ絶対必要になってくるんですけども、それ、阪神タイガースの才木投手がバントするときに、その画面が急に出てきて、それまで1イニング目とかもうそういうの出てきたんですよ。で、それ、見たときに、僕は本当に多種多様にいろんな人たちと関わってきてますから、例えば音楽業界も海外へ進出しなければならないとか、それはもともと1997年8年フルーツラパーク勤務時にいろんな人たちと話してですよ。で、本当の人口の話とかもその時は一回、ある程度理解してたんですよ。で、その商業原理的に見合いそうなところから、もう人口だいぶめちゃくちゃだけども、もうどういうふうなところから進出をしましょうかと。で、まあそういうふうな話とかもありましたから、ただもう、プロ野球選手の監督がこういうような動き、これ両手でしていたから、一瞬だけその部分とかを映してきたときに、これは無理だと。もう僕も笑い出しまして、これ、まずね、一年間のこの百何十試合ある試合の中で、試合中に僕笑うことなんかまずないんですよ、絶対。で、選手とか笑ってしまってるシーンとかありますけども、そこ、いつもどういうふうに対応してるかって言ったら、大体ほとんどのケースの時が、相手選手とかも映った時に、こう、笑ってる表情とかあったら、相手選手も笑ってるだとか。で、僕は笑っていないだとか。試合中まだ笑っていないだとか。まあ、そういうふうな形で対応したりしてるんですよ。それ本当に効果ありますから、去年の交流戦の阪神タイガース対オリックスバファローズの試合の時に、ジャニーズ系の人間だったと思うんですけども、アイドルのもので、オリックスバファローズファンというものが解説席に来たんですよ。で、そのものがね、ワイプでこう映っていて、ずっとニコ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 しながら、まあ途中で笑ったりしながらね、
会話を交わしてるんですけども、それずっと見てるだけで、オリックス・バファローズの、あのピッチャー陣もすごい打たれて点取られてました。5点ぐらい取られてました。なんか、そういう人連れてきた、くれた方が、こちらとしては楽だなとか、まあ、正直そんな感覚になりましたよ。頭の中渡してなくても、そういうふうに点取れてましたから。なんか、そこは、まあ、自分も笑わないようには対応しようとしてるんですけども、これ国際、スポーツ国際司法裁判所の判例であるんですけども、試合中に、笑わせるようなことを言ってきたらダメだっていう、判例があるんですよ。これは本当に。で、まあ、それは、他のスポーツでも、例えばテニスの試合でも、昔いた大坂なおみ選手、まあ、対戦してる相手も、女性の人ですけども、一球一球打ち返すごとに、こう、声を出すんですよ。フォーとかなんかこういうふうな声を出すんですよ。で、ミスショットしたときに、その声が、もうちょっとなんかトーンダウンするような、こう、声がもう、その打球を表してるような、もうネットにボールが引っかかってるんですけども、ほら、こうなるやろって、試合中に余計なこと、ああいうふうなこと言ってたら、もうそうなるからって、プロ野球界も叫んだりしてたら、もう絶対どうなるか、もう結果出てるからっていうことで。で、まあ、今日の試合で、別にこれ攻めるわけじゃないし、すでにもう1対0になってるんですけども、残念ながら、裏の場面で叫んでる選手が阪神タイガースの選手に1人だけいたんですよ。石井選手なんですけども、まあ、マウンドを降りた時なんですけども、うらーって大きな声で、まあ、その辺のところには深く突っ込まないようにはしておきますけども、これもなかなか難しいんですよ。災害救助とかの話になってきたら。災害救助の時とか、誰か、交通事故を起こして、救急車を呼ぶ時に、これ、実際僕があった経験なんですけども、バスに乗っていて、まあ、乗ってる人ほとんど老人の人だったんですけども、目の前で交差点、まあ、向かいからこう来るところで、左手のこう T 字路のところで、右折をしてきたこうオートバイの人がいて、ここに車が止まってるところを強引に右折していって、対向車にぶつかって、跳ねられて、で、倒れ込んでるんですね。で、それ、僕はバス乗っていて、まあ、一番後ろの方の座席に乗ってたんですけども、運転手の、もう数十秒僕も、数十秒、1分は絶対立てなかったと思うんですけども、誰も救急車呼ばへんわと思って、そこで、もう自分が動くしかないと思って、すぐにバスの運転手さんに、ちょっとドア開けてもらえますかって、ちょっとこのまま止まっておいてもらえますかって、僕は行ってきますから、で、ちょっと一緒に来てもらえますかとか、まあそういうような形で、まあその、交通事故があったオートバイの人をもう血流してると。あ、これもまず119番、すぐに救急車呼ばなきゃならないと。だこれ、すぐに大声出せる人とそうじゃない人っていうのは、その、吠えるとは違うんですよ。さっき僕、石井選手の時、大声って言いましたよね。その、吠える、それ多分解説席は何々吠えたとか、あれが多分いらない言葉だと思うんですけども、一応まあ、ワールドベースボールクラシックとかでも、2023年最後優勝するとき、大谷翔平選手は、最後、投げ終わったときに全ての感情を爆発させていたでしょう。あの時、確か試合中も、また感情を抑えておくように伝えていたとは思うんですよ。まあ、記録つけてなかったら僕も忘れてしまうんで、まあ、阪神タイガースの選手も、佐藤輝明選手も、去年の、日本代表戦アジア選手権でしたっけ、こう、が阪神タイガースの試合で、こう、ランナーとして塁に出た時に両手でこう、抑えてっていう、全員、冷静な状態をこうキープしておく。こう何かこう喜びとかを感情を爆発させてしまった時に大きく表に表現してしまった時に冷静さがどっか失われてしまうんですよ。それ、例えばホームラン打った時に、例えば大谷翔平選手もその後の打席、空振り三振が目立ったりするんですけども、ホームラン打った時にそれ吠えてしまってるんですよ。大声出してしまってるんですよ。それは大声出す吠えるとかもそうですけども、ピッチャーからしたら、例えばベテランの涌井選手とか、いつも表情に
なかなか表情に出ない。悔しいとか、悔しくないだとか、感情が顔に出てこない人って、次どんなボールを投げてくるか読みにくいんですよ。これ、ピッチャーから見たら、バッターがこう、大声出してるとか、ホームラン打った後吠えてるとか、そういう状態の人を見たときに、ボール球に手出しやすくなってるなっていうのは、すごくよくわかるんですよ。だから、この辺のところは、相手の読み合いとかでもそうなんですけど、だからその後、大谷翔平選手、その次の打席、その次の打席、空振り三振、空振り三振っていうのが今シーズンあったんですよ。だから僕からのメッセージで、もう吠えてしまったらダメだと。相手ピッチャーからしたら簡単にわかると。で、最近の調子がいいのをよくわかるから、相手ピッチャーからしたら、もう絶対ボール球投げてくるから、バッターの調子がすごく良かった場合、ボールゾーンぐらいのところのボールまでヒットにできてしまうときがあるんです。すごく調子がいいときって。じゃあ、そこまで調子良くなってしまうと今度どうなるかって言ったら、ボール球に手出しやすくなってしまうんですよ。だからそれがあるから、だから僕はずっと心のワードとかで、去年とかもずっと送っていたのが、選球眼プラスバットコントロールで淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますだったんですよ。で、まあ、今年はパリオリンピックとかいろいろありましたし、その地上波での放送云々とかありましたから、途中から阪神タイガースがフォアボールの数、セリーグでとりあえず一番多い、球団になったわけじゃないですか。だからそこ、ボール球振らないって全然話変わってくるんですよ。だからテレビの中継とかも、もし14時開始から今日の試合もあったとしたら、それまでにフォアボールがいくつかあって、途中までで、ヒット8本ぐらい打ってませんでしたっけ、阪神。タイガース、今日の試合。あれだけ8本もヒット打っていて、点数が入らないっていうのは、まずちょっと考えられないんですよ。で、もう僕の方の認識が間違えてたら申し訳ないんですけども、認識っていうのは、ヒット8本、途中までのイニングで、打ってたかどうかですよ。そこにはフォアボールとかあったら絶対点入ってるんですよ。だからそれほどフォアボールっていうのは大きな要素があって、あと、今日阪神タイガースの試合では、読売ジャイアンツにゲッツーを、まあ今日の試合も昨日の試合もゲッツー取られてるんですよね。こちらも取ってますけども、まあ非常に、硬い野球。まあ今日の阪神タイガースの試合でも、昨日でも、まあ、ゲッツー取れてる時と、まあ、ゲッツーにはなってないけども、まあ、さすがにあのプレーでなかなかゲッツーはないだろうっていうようなプレー。例えば、ライトとセカンドの間の飛球で、ライト、森下選手が取ってすぐにファーストへ投げて、まあ、まあ、それはセーフなんですけども、まあ、なかなか際どいプレーになってたんですよ。まあ、もし、あの地点のボールの中だと、まあ、どうしても、セカンドの選手がボールを追いに行ってるから、ファーストへ投げるときに、こう、姿が重なってるから、一瞬森下選手投げるのどうしても遅れてしまうんですよ。そうじゃなかったら、中野選手めがけて送球するようなことになってしまいますから。だから、ぶつけるような形。だから、まあ、ちょっと、一呼吸、ああいうような形、まあ、ワンステップ無駄になるというか、そういうような形になるんですけども、ただ、ゲッツーになってもおかしくないようなプレーになっていて、まあ、非常に硬い野球を両チームが繰り広げていたと。今日の試合も月にはなりませんでしたけども、まあ、サード前の、まあ、緩いゴロでセカンド、ファースト、もし、もう少し打球が速かったり、もしくは、ファーストへ走ってるランナーの人が、まあ、ちょっと前で言うというか、こう、おかわり君と呼ばれていた中村選手、元選手だったと思うんですけども、まあ足の遅い選手だったとしたら、だとか、まあそういうふうなことが、考えられるので、まあ、まあ非常に、ゲッツーの取り合いだとか、フォアボールだとか、ゲッツーとフォアボール、その両方を兼ね備えているチームの方が、やっぱりワンシーズン終わった時に結果の出方は、もう去年で言うと阪神タイガース、2位のチームに一時期10ゲーム差以上
つけませんでしたっけ。もうとにもかくにも最後の最後まで、頑張って取り組むと。そういうような形で取り組んで、まあ、ああいうふうな結果になってるんですよ。で、かなり無理してましたよ、阪神タイガースの選手の人たちも。ヴィッセル神戸の試合が同時刻に行われているときに、自分たちが得点できないっていうことがもう判明してましたから、もうそれメッセージで、動画で、言って伝えてるんですよ。で、ランナーはある程度溜まるんですけども、絶対得点にならないんですよ。だけども、その分の得点がヴィッセル神戸の方に行くんですよ。あの状況下をイライラしないで、阪神タイガースの選手も、試合に取り組まなければならなかったと。だからまあ、そういうふうな部分で、まあ、こちらもイライラしないように、対応して。もうだからもう最初からそれ言っておけばイライラしないんですよ。もう絶対そういうふうなものだから、先に先取点を取っておいて、もうとにかくその時間帯守ろうと。で、打てるときに、打って、仮に点にならなかったとしても、とにかくそれはそれでよしで。で、何時ぐらいになって、まあ、岡田監督とか選手とかに伝えてたと思いますよ。ヴィッセル神戸の試合は終わりましただとか。で、そこから反撃始まってるんですよ。得点入ったりだとか。だからそういうふうな状況とか、全然何も知らないで、スポーツの試合の勝ち負け取り組んだら、もう大抵ほとんどの人は潰れます。もうテレビに向かって声出して、怒り始めたりだとか。僕も最初の方そうでした。もう無茶苦茶すぎると。これ何がどうなってるんだと。頭の中言ってるはずだと。なぜこんな結果になるんだと。あれぐらいのボールは、まあ、例えば甘いボールとかで、頭の中言っていて大量に。もう打てないわけないでしょって。どこ言ってんの頭の中は。って相手選手言ってるのとかなってくるんですよ。だからそういうふうなところで、いろんなことが分かってこなかったら、こう、冷静さを、まあ、昔、10年ぐらい前の頃の僕は、10年、もうちょっと前ですね、15年ぐらい前の頃の僕は、冷静さっていうのは、キープするのが難しい状態であったと。で、多くの人間が、河合圭介がそういうふうな状況に陥ってるっていうことを理解していないまま解説席で笑っていたっていう状態とかあって、だからそれはそれで、非残虐的な人道、非残虐的な行為に関す、非人道的な関する、条約ですかね、まあ、そういうふうなところに該当してくるような内容になってしまうと、まあまあ支払い云々が長い間なかったりだとか、まあ、まあそういうふうな部分とかもそうなるんですけども、まあまあまあその部分はまあ後からお金払ってもらうところで、日本代表戦とかもなんとか乗り切ってる方なんですけども、まあこれが僕の日々の毎日であると。まあ安倍晋之助監督はこういうふうにしてた、結局パソコンで記録つけといたらっていうことなのかなと思ったんですよ。日本代表戦に備えてだとか、そのピッチクロックとかバッタークロックだとかか、それか裁判のことを取り組んだらっていうような内容だと思うんですけども、これはちょっともうこれは警察への通報の相談の時にも言ってるんですけども、その裁判に関してこれもうパソコンのバッテリーの問題なんですよ。電気代金が安くなるのが23時ぐらいですから、それまで、の時間の間に、まあ、バッテリーに合わせて書類の作成。ワードって結構バッテリー消耗するんですよ。あれ多分どこかに繋がっていて、ワード文書作成してるみたいで、2時間ぐらいでもうバッテリーなくなります。で、パソコンの中に映した動画を再生するときとかは、あんまりバッテリー減らないです。多分パソコンの中に入ってるから、なんだと思いますよ。だから、ワードとか電波でこう、つなげっぱなしにしていて、で、パソコンの中の電気を使用してるから、そうなってるんだと思います。だから、まあ、訴訟費用云々とか生活保護者であるから、まあまあ、今回の訴訟でもう3万円ぐらい使ってまして、まあ、バッテリーのある容量に合わせて、書類の作成だとか、テレビ局との受け答えだとか、まあ一応、
高島彩アナウンサーに関しては、裁判所で話しますだとか、裁判所で話しましょうだとか、そういうふうな、文言っていうのは、もう撮影成功してるんですよ。で、テレビ局の報道番組とかに関して、ある一定のルールがあって、撮影したときに、1回目再生したときと2回目再生したときは違います。で、あとは CM に関しては、喋ってる内容変わりません。例えば、阿部寛さんが、僕もそう思うか、もしくは、僕もそちら側って言ってるんですけども、そのワードはもともと何のメッセージかって言ったら、その淡井圭介の今までの件を全て世間にフルオープンにして、だからスポーツの勝ち負けとかに関してはこれはもうすごく幅広く取り組んでいましたから、そういった内容が世界中に広まると、多くの人に広まる、ゲーム関係、アニメ関係とかでも映画関係とかでも同じです。これハリウッド含めてですよ。ハリウッドも淡井圭介からの提案で日本のアニメとかが、映画になってるものとかあります。例えばアニータっていう映画なんですけども、もともと日本の漫画のガンムっていう漫画なんですよ。それをハリウッドで作ってもらってるんですよ。まあいろいろ問題がありそうなシーンがちょっと残虐すぎて、で、まあその辺、まあそちらにお任せしみたいなところで、まあなんとかその辺うまくバランス調整してもらってというような形で、もうだから名前はアニータっていう形で、だからガンムっていう名前じゃないんですよ。全然普通、例えばガンダムとかだったらガンダムっていう形でそのまま日本の名前の表記で、表現されるじゃないですか。だけども完全にもう名前アニータでちょっとわからないようにしてるんですよ。これ漫画の方を見られたら世界中の人、最初の方の話特に引いてしまいますよと。一応最後の方は僕からも言ってハッピーエンドで終わるような形で物事締めくくってもらってるんですけども、まあ、内容はねちょっとだけ言いますよ。あ、やっぱりちょっと言うにやめときます。今何か来たとか呪いが来たとかそういうわけじゃなくて、今頭の中でそれ言おうと思った時に、ね、それ言ってしまった場合、ちょっとひどすぎるので言いにくいなというもんで、まあ、今言わなくしただけです。で、だからまあ日々の生活の中で動いただけで頭の中の内容、聞こえてきてる電波の内容とかも変わってきたりしていたわけで、だから台風15号の件についてこの間までホームページはIKSの履歴で一番で記載していたわけじゃないですか。であとはパソコンでブルーレイディスクに例えば 15GB とかいろんな動画を映したものが次の動画をこう入れてるときに、今日も阪神タイガースの試合の時間帯なんですよ。だからテレビの放送は14時55分からでしたから、14時前ぐらいからね、もともと三笠宮家、三笠宮家に、合流した、明子女王を、まあ一応、まあ、昔は明子ちゃんって、まあ、呼んでたんで、に、あきこさん、まあ、基本的にあきこちゃんだったと思うんですよ。僕の方はまだ、だいぶ年上、まあ4歳ぐらい離れていたら、まあ、大体、20歳過ぎぐらいの頃は、だいぶ年上のお兄さんみたいな立場になるじゃないですか。まあ、そういうような立場なんですけども、まあ、徹子の部屋っていう番組に出てた時、まあ、内容も、本当に今年なのかな、数年前のものかな、とか思うんですよ。で、多分そうだと思う。ような気がするんですけども、その動画の受け答えをしている内容とかを、ブルーレイディスクに、さらに追加で入れようとしたら、5分ぐらい経過してもう一度見に来ても 0% のまま動いてないんですよ。で、本当はもしかしたら読み込んでるのかもしれないんですよ。っていうのは消去を押したら、今度パソコン固まって、その一つ一つの画面が終わっていくのにものすごく時間がかかっていて、最後もう一度確認したら、そのブルーレイディスク、今まで入れた 15GB ほどのいろんな報道ステーションで、例えば自民党の9人の総裁選の人と受け答えの内容だとか、高島彩の、裁判所で話しましょうだとか、で、まあ、ニュースのコーナーで流れるちょっとした、例えば岡田監督で、未来の時間帯からも、入れてるだとか、まあ、そういうふうな話だとかも、合わせて 15GB のものが消えてしまったりしたんですよ。
これも2回目なんですよ。これスポーツの勝ち負けに取り組んでる試合の時にそれを行ってしまうとそうなるのか、これいろんなブロックされてる内容がいっぱいあるんですけど、書類に関しても簡単ネットプリントっていうもので、まあプリントアウトしてるんですけども、家に昔自前のプリンター機を買って自宅で、裁判用の書類とか作ってたんですけども、スポーツの勝ち負けをしているときにの時間帯テレビ見てなくてですよ、まあまあもうそこにまあこういう言い方したらあれかもしれませんけども、もう付き合わされてる状態、印刷するでしょ、どうなるかって言ったら紙詰まりをやらされるんですよ。もう印刷の内容もめちゃくちゃで、それもう一回全部いろんなところ開けて、ブラザーっていうプリンターなんですけども、一からプリントし直さなきゃならなかったりとか、あとお金がめちゃくちゃかかります、それやられたら。インク代とか。びっくりします。簡単ネットプリントと変わらないじゃないかっていう話になってくるんですよ。で、簡単ネットプリントの方は、コンビニにエロ業界関係の雑誌を置かれると、文章が全然違う文章とかに、漢字とか変えられて、裁判所宛てのとか、裁判所宛てのが裁判所宛てのとか、こうふざけた文脈になって変わってくるんですよ。それも1枚2枚のところで誤字とかそういうふうに変えられてる、余分なものを付け足せられてるとかが10箇所ぐらいある。だからそれをやられたりするんですよ。だからなかなかその裁判所に提訴してる人は少ないなっていうのは今まであった中で、多分そういうのが原因で途中で裁判諦めてしまった人たちが多いっていうのは、そういえば昔もそういうふうな話だったとか、そういうのを思い出して、だからまあ裁判所に提出するのにまあだいぶ時間がかかってるっていうのも、事実です。だからスポーツ関係のところを今まあ提出するかどうかのところは今のところ不明です。まあ、リスク、例えば今だったら相手先裁判所、まあ、共同訴訟という形で、まあ、佳子様たち、秋篠宮佳子様たちや、高島彩って、まあ、共同訴訟ということでないのであれば、高島彩アナウンサーは、まあ、証言の方向で、民事訴訟法190条だったと思いますけども、証人尋問というような形になります。そういうふうに一応文章を書いてます。だからね、これ文章どこで、だから まずコンビニからエロ雑誌のけてもらわなかったら、これ後からプリントアウトした時いちいち斜線引いて訂正印を押してとかで、それとあとこの間までもう読み込むのも、その 15GB そのコピーデータを打つのって何十分、多分全部合わせたら2時間、 15GB ぐらいだったら2時間ぐらいかかりません。でもうこれパソコンの性能にもよるんですけど、一応僕の今のパソコンは7コア 16GB ですから、読み込み速度は一般的に販売されているものの中では一番速いものです。だからね、そのデータがね、今日の試合と10ということで、途中でまだ先ほど、動画の撮影の容量が足らなくなったので、再度パソコンに移して、もう一度撮影し直してるんですけども、ブルーレイディスクに、書き込んでいた内容の、データが、1枚、もう一度1からやり直しになってしまっている状態なんですけど、まあ、よく考えた裁判所と、いや、5枚用意しなくてもよかったのかな。裁判所と相手方イコールテレビ朝日で早川さんなんですけども、早川さんももともと若い頃僕と会ってます。で、多分それ原因で居残り組になってるんだと思うんです。もう年齢80歳超えてるみたいですから、
もう今も本当に元気なのかどうかわからないです。で、まあ、高島彩アナウンサーとさん、高島彩アナウンサー宛てと、秋篠宮佳子様たちと、まあ、こういうふうな、状況で、そのブルーレイディスクで今までせっかく書き込んだものが、また書き込まなきゃならないのみたいな現象と、あと、ネットの簡単ネットプリントのところで、エロ雑誌置かれていたら違う内容に文字変えられる。だから、もうそういうふうなところから、そういう内容を広く告知して、対応しなきゃ、社会全体が対応しなければならないっていうのは結論ですね。で、まあまあ今日もまだ全く遊んでない日、3日目でも、19時45分で今度この動画を、まあ、もう一度、途中で何回か動画途切れてたじゃないですか。あれ、動画をまたつなぎ合わせる作業が必要なんです。それはそれで電気代が必要になってくるんですけども、まあ、まあまあ、ほどほどの内容にしておけばいいとは思ってはいるんですけども、まあ一応こちらの状況と、その、まあ特に若い人たち、まあプロ野球界の人たちもそうなんですけども、簡単ネットプリント、他の人たちもそこまでそうなるのか、だからといって、年齢制限のところで絶対負けちゃダメだと思うんですよ。年齢制限の話、そういうふうな判例があるのかないのか、まあそこからして、僕はその判例の書類を見たことないんですよ。で、テレビ行くことは嘘をいっぱい言ってるでしょ。これなかったらどうします？刑法175条みたい。簡単にわかるじゃないですか。わいせつなものを、広めてはならないみたいな分布でしたっけね。反復か何か、分布か反復か何か、そういうふうな内容、わいせつな画像等に関する法律とかもいろいろあるじゃないですか。刑法175条のところを見たら、もう200万円以下の罰金か、他の罪を併科するかのどちらかですから、だから簡単に分かるんですけども、だからあれを各コンビニエンスストアに置かれた時点で、裁判しにくくなって、多くの人たちが泣き寝入りしてる可能性があるんですよ。それ皆さんどう対応するべきかっていうところ、あと、自分でもうプリンター買ってもう進まなくなった時、あれはあの感情、本当に行き場ないですよ。泣くか怒るかの、もうどちらかが、もうあとはもう深いため息と脱力感、もうこんなん無理やわっていうような形になるっていう、もう、本当にもう、まあ昔はそこにこうプリンターが置いてあって、まあこれが残ったインクとかなんですけども、これも何回も何回も、ブラザーっていう、一応まあ、スキャンできるもので、スキャンっていうのは電子化っていう意味なんですけども、まあ、読み込んで、その書類とかをパソコンにデータ内に移せるっていうものなんですけども、まあ今だったら iPad とかで写真、まあスマートフォンとかで写真を移して、まあパソコンにデータを移したらいいだけなんですが、もうこれも本当に結局お金って、そのかかる費用がものすごくて、本当、これ、いつになったら河川水門開始生線とか始まるんだろうだとか、まあ、そういうふうなところですね。で、まあ、僕の結婚問題も、未来からの時間軸から、例えば秋篠宮佳子さんも聞いていて、まあ、意図的に佳子ちゃんって言いますけども、まあ、それ、の原因で話がいろいろややこしくなってたっていう部分もあるみたいなんですよ。ただもう一人一人生き方とか状況とかは違うわけであって、ハワイさんの状況とか、誰されさんの状況だとか、だからそれによって各自いろんなところ自分で判断して行動してるでしょうから、人によって、どういう、まあ、全員だからこうしてるっていうわけでもないっていうところで、一人一人まあ状況を聞いてみなかったらわからないっていうところですね。まあまあ、今日の本当、分かってますよ。今日18時から他のナイトある、分かってますよ。分かってますけども、これもう意図的にこれ笑顔で言ってます。この間インターネットとかの試合、他の試合に介入しようとしたんですけど、できなかったんですよ。頭の中とか言ってるんですけども、
結果は伴ってなかったんですね。でももしかしたらそうじゃなくて他の別のところに頭の中行ってるのかなだとか、これ本当わからないんですよ。例えばこの間の日本 FIFA ワールドカップの予選に関して、5-0 で勝ってたと思うんですけども、それ横浜 DeNA 側に回って阪神タイガースとの試合で、7対2ぐらいで5点差つけられて負けてた試合があったわけじゃないですか。あの バスター意味殺すって、バスターで死亡者いない、バントの構えからバスターするから効力あるのであって、前進守備で突っ込んできてくれてヒットゾーンが広がるから、そことにかくバットの芯に当ててボール速い打球を転がすみたいな形だから、それ最悪なのライナーで取られたらゲッツーになるから何をダブルプレーで自分たちでみたいな笑い話になっちゃうから、だからあと野手の人たちがね、さすがにバスターで野手の人死者出た歴史はないでしょう。だからどちらかというと転がす打球を打たなくてダブルプレーで何を自分たち、日本語の場合ホームインしてくる人をタッチプレーとかでアウトにするときって捕殺って書くじゃないですか。なあ、殺人の殺がなぜかつくっていうところ、なんでこんなに言葉を書きにしてるんだろうって、昔の人が使い始めた言葉だから、いまだにそれずっと書いないでずっと捕殺捕殺って、だからみんなそれ言う嫌だからバックホームとかアウトとかそこ英語で交わしてる方だと思うんですけども、本当横浜が DeNA 側に回ってその阪神タイガースに前もって言ってたんですよ。バントの構えからバスターたまにした方がいいって、相手の野手を前進守備とかに変えたりとかして、動かしてヒットゾーン広げた方がいいって言ってたのを横浜 DeNA 戦が容赦なくバスターやられて、あれね、もうこれ現場見に行って僕はスタジアムから電波利用して頭の中直接供給、これの方が絶対確実なんです。本当はあれテレビの画面がコロコロ変わるから映ってる人に頭の中一個から、相手選手とかこれ最初めちゃめちゃ腹立ちましたから、読売テレビ云々とか去年もそうですけども、別に選手のことは嫌いで言ってるんじゃないんですよ。そのカメラマンの性質とその会社関係、それで巨人の秋広っていう選手がホームラン打たれて、そこは僕なんとか、そこで怒ったらもう今日の試合台無しになるから、もう絶対怒られないように、もうここ踏ん張ろうと思って踏ん張って、気持ち的にもう波立てないように、もう平常心で、とにかくもうこのまま頑張る、頭の供給とか頑張るって。そしたら今度次、秋広選手の時に空振った時に、彼が空振った時に昔すごく腹立った時、みんなこう外国人選手がよくしてたんですが、バットをこう膝でこうバキッて折ってたじゃないですか。そうじゃなくて、こう空振った後に器用にこのまま空振った後こう縦にこう巻き割りみたいな動作で、じゃああれ本人本気で怒ってるんですけども、自然にヒントで、かまど発電とかの方で、巻き割りみんなで、はよしなきゃなんない日ぐらい、チェーンソー使わない、チェーンソー使ったガソリンが減るから、斧、そのための野球部。仕事の絶対数とか考えたらもう絶対そうですよ。ちょっと話だいぶそれましたけども、その5点差つけられて日本代表戦の方になぜか5点いってるっていうけど、もうそういうようなルールが世界で通用したのもしょうがないと思いますよ。この試合の数だから何かなかったらこれ無理でしょ本当に。だから道理で、だから昔、例えば日本
があのオリンピックで、まあ、ほとんどアマチュアの選手でしたけども、オリンピックで野球が、金メダルとか取ったりすることがまずなかった。で、まあ、昔はアメリカのメジャー選手や、まあ、他の国から来てる大リーグの人たち の一戦級の働きをしてる人たちでのチーム編成での試合なんて、ワールドベースボールクラシックも言い出したのが僕なんですよ、1997年。だからその時だから NE の残像力持ってると同時なのに、この人何もわけのわかんないことを言ってるんだっていうことで、まあ一部叱られたりもしました。本当にその河川水門開閉式玉発電とガソリン車の生産停止でね、それでまあどうにかなるっていう話だったはずなんですよ、もともと。でもともと本当は2000年にオリンピックは開かれてるんじゃなくて、安倍政権の時に僕からの提案で第二次、安倍政権が誕生して、それは、民主党の人たち、現在名称立憲民主党の人たちも、ちょっともう長期政権でお願いしますと、外交をちょっと固めさせてくださいということで、アベノミクスということでアメリカに渡ってましたけども、あれエネルギーの残存量問題でガソリン車の生産停止を言いに行ってもらってるんですよ。でそれで、もうその映像もそこまで言っていいんかいで、音声は出てなかったんですけども、本当はそうってこう言ってくれてる映像っていうのは一応この間、撮影しておきました。でもう いろんな情報 ものすごい集めてるんですよ、本当に。僕を一回精神病院に連れて行った警察官の人がテレビに出されてね、もう泣きそうになりながら、こんな数無理ですって言ってた。本当本当。いやだからもうみんな、僕はどんな状況になってるかっていうところと、あと僕はどれほど世界で本当に重要な人物なのかっていうこと本当によく分かってないですから。で本当はその安倍政権で僕はもし言い出さなかったら、ガソリン車生産停止の世界中の道しるべなんかなかったんですよ。それぐらいこの世の中ってもうほったらかしい物事動いてるんですよ、誰かがしてくれると思って。違いますか、全然。テレビに出てる有名人の人ほどそういうことしっかりと言わなきゃならない。ガソリン車の生産停止、電車バスとかでみんな移動で、これ本当はオリンピックと入れ替わってるんですよ。っていうのは2035年に、ガソリン車生産停止を日本は打ち出していて、東京都の方は2030年にガソリン車の生産販売停止なんですよ。これはもう明確にインターネットとかで出てます。でこれ元々の話は2025年にガソリン車の生産停止で、東京都は2020年にガソリン車の生産と販売が停止だったはずなんですよ。もともと1997年、8年の頃の僕らの計画では。で、これ、だから2035年に合わせてるのは、小泉進次郎、彼が総理になったぐらいの年齢じゃないかっていうような形。今までもともと総理だった家系の人たちとかが総理になってるっていう話は皆さんご存知でしょうか。岸田さんの方も両親の家系両方ともたどっていった、両方とも総理の家系なんですよ。安倍晋三さんも、安倍晋三さんのおじいさんが岸信介さんっていう人で総理だった人なんですよ。もともとそういうふうな責任問題込みと、あと海外とのつながり込みで、総理だった家系の人たちとかは総理になったりしてるんですよ。じゃあ小泉進次郎のために、ガソリン車生産停止が2035年になったのかじゃないんですよ。多分小泉純一郎さんの時に2025年にガソリン車生産停止だったんですよ。で2020年に東京ではガソリン車の生産と販売停止だったと思うんですよ。でそれができていたら、その後も息子である小泉進次郎氏、彼はものすごく評価の高い人間として、あそこの家系なら信用できるっていうことで総理に無難になれてたんですよ。だからこれは今言ってるのは責めてるんじゃなくて、僕は2004年に多分公用病院に通院させられて、だいぶいろんな人間に利用されてしまってるんですよ。でその人たちのほとんどの人はその淡井さんを利用してスポーツの勝ち負け自体が悪いことではないって思ってると思ってたんですよ、多分ですよ。で一部の人間はだから
それでお金を払ってもらったらうんぬんだとか、もともと僕は二十歳ぐらいの頃にスポーツの勝ち負けを取り組んでたその内容とかを世間に披露してテレビで放送してるんです。親善試合とかで面白いとかも込みで、選手は大真面目にプレーしてるんですよ。だけども絶対的に頑張っててもそれ面白く見えるからっていうプレーとかあるんですよ。でだからそれはお客さんにあらかじめ最初から伝えてるんですよ。どんなプレーかは言いませんよ。僕もその時は来てみないとわからないですから。だけどもある種の3人の人間を用意しておくことによって業界の人間を、そしたらそれ全部効力発揮できるからっていう形で、物事を進めていたんですけども、で、本当は勝ち負け自体は一回僕高校生の頃に阪神・淡路大震災の前だから1995年より前の時に K1 で勝ち負け委員会関わってるんですよ。佐竹選手だったと思います。で基本的に、その試合も勝ってるんですけども、頭の中渡すのとかと、あと、背の小さい人を応援してあげなきゃならないんじゃないかとか、それはもうそのぐらいの頃から、友達同士とか、関係者の人たち同士とかでも、そういうような話になっていました。っていうのは日本人の選手で例えば K1 とかのヘビー級とかでそんなに例えば2メートル超えの人がいるかっていうといなかったんですよ。今の時代だったらバスケットボールの選手とかで日本人の人とかでバスケットボールかバレーボールで2メートル超えてる日本人の人をたまに探していらっしゃるじゃないですか。もしそういう人が K1 とかに行ったらヘビー級とかでもっていう部分はあるんですけども、実はプライドの、昔プライドっていう総合格闘技あったんですけども、ロシア の, 氷の皇帝ヒョードルさん、その後選手引退してからロシアの方のスポーツ庁の長官になったりしてたんですけども、ヒョードルさんも実は大きくないんですよ。身長180センチ台なんですよ。だからそういうふうなプライドのつながりとかでロシアの昔の原発事故のところとか、テレビ東京さんの方から撮影行かせてもらって、普通なかなか許可下りないところまで撮影させてもらったりだとか、ロシア政府の方に、だからその辺のところをつてたどって、僕の名前出してもらって、で、対応してもらったり、日本の政府とかに置いてもらったりだとか、その頃は安倍政権でしたから、世界中の政府上層部とか、昔からの1997年、8年の話とか、分かってる人たちで物事を進めてましたから、世界中の政府上層部で。だからその時は、話、進めやすかった。でただもう後になってからその時は僕も安倍政権の頃うまくいってた気分になってたんですよ。だけども実態はこれあれやわ、2004年に公用病院に通院させられてからなんか物事おかしくなってるだったんですよ。だから2006年に東京都政六法で、東京オリンピックに関する基金の条例が出来上がってるんですよ。またその辺のところは、国会議員の人たちやスポーツ界の人たちへのメッセージっていうことで、詳しく、お伝えしたいなと思います。以上です。本日は長々とお付き合いありがとうございました。その話ピアノかと思うじゃあいろんなこと歌詞にしてくれてるんですよ。グレイの皆さんとかも今までの昔の曲とか見てもらったら、その歌詞だけじゃなくて歌ってる言葉を聞いたら、サッチャーロンリネス、サッチャーロンリネスって言ってるんですよ。イギリスで昔、サッチャー首相っていう人がいたんですよ。女性の方です。でその頃は本当は昔の歴史かもしれませんけど、分からないんですよ。フォークランド紛争っていう内容は。だその件のことで、その容赦を容赦をって言ってる、その言葉、容赦っていうのは法律用語で、相手を許すっていうような意味を得た
例えば大社とか容赦とかいろんなものがあるんですよ。もう大社とかまで行くと、刑務所に入れられている人を出せるんですね。それは天皇陛下と内閣の人たちだけが使えるんですよ。あんまりその話をしたときに、コロナウイルスとか、強制入院とか、強制収容所だとか、政府の動きとか、本当のことをいろいろとしてしまったときに、この世の中ってこんなに怖かったのかって、権力はものすごく怖い世界だっていうように見えると思います。それが多分正常だと思いますよ。だけどまあ、その辺のところは、まあ、いろいろ世間に公開することによって、多くの人がそういうふうな知識を持つことによって、まあ、変えていかなければない。もともとそれがオバマ大統領が言ってたチェンジなんですよ。だからそういう良い話が表に出せますから。だから第二次世界大戦あんなめちゃくちゃなことがあったら世界中、まあ、その後も日本以外の国でもいろんなところで戦争が継続して行われてたわけですから、まあ、朝鮮半島だったら朝鮮人民共和国という国が、まあ、北朝鮮と韓国に分かれてたとか、まあ、ベトナム戦争もそうですし、これ国の距離が遠くなればなるほどあんまり歴史みんな知らないじゃないですか。もうそういうもんだと思うんですよ。あんまり詳しく分からなかったりだとか、まあ土族と普通族のアフリカの方のスーダンだったと思うんですけども、ああいうふうな、国の話だとか、第三次中東戦争だったのか第四次中東戦争だったのか、ちょっと僕もよくもういろんなものをウィキペディアで見てしまってるので、もう僕も分かんないですよ。自分が生まれてくる前のところと自分が生まれてきた後もフェイクニュースでだいぶ、信じ込まされていた方ですから。だからフェイクニュースほど無駄なものはないのと、未来の時間軸からその内容を聞かされた人たち の, 文字読んだだけで、例えば国会議員の人たちとかには僕はテレビ見てる時の内容とか伝わったりしてるんですから、まあ、外から誰かが絡んできた時に、例えば画面に映ってるのがプーチン大統領だったとします。で、正直心の中とか頭の中で、もしくはその者たちの音声がですよ、なんかこう喧嘩を打ってくるような、もしくは品のない言葉だったとします。例えばあんなやつっていうような普通の言葉だったとしますよ。友達として話してる会話だとか、もしくは僕に言ってきた言葉で、いやもう僕も家の中にいる時にあんなやつとか外から言われたらそれは腹立つんですけども、それ中継地点になって頭がテレビのニュースでプーチン大統領あんなやつって聞こえたら大変でしょ。だから僕も絶対これテレビのニュースを見ていて心の声とか言葉とかで伝えるなっていう方が無理なんですよ。でプーチン大統領は淡井圭介っていうことを分かってるから、淡井圭介で外から今絡まれてましたっていうことを伝えて、それはプーチン大統領は OK ってこう返答してくれてるんですよ。だからそれ時間軸を超えてそういうようなことが起きてるので、いやだからもう戦争とかもう昔の映像とか本当はもうあんまり放送しない方がいいですよ。本当にだいぶややこしいですから。昔いた、まあ、バンドでジャンヌ・ダルクっていうバンドがあったんですけども、まあ、僕より年上の人たちなんですけども、まあ、そこももともと歌詞にだいぶ問題があったんですけども、まともな歌詞だけでっていうところまで直すのにプロデビューしてから3年ぐらいかかりましたから。もともとグレイの皆さんとかもそうなんですよ。ルナシーの皆さんとかラルク・アンシェルだとか、ラルク・アンシェルの皆さんもともと歌詞の中にエロいようなワードはなかったはずなんですけども、なんか変な映像を混入されたりとかなんかやられてましたね。であとまあハイドさんがなんか歌い方とかこう髪型とか、最初はハイドさんも黒髪だったんですよ。だから髪の毛染めてからみんなおかしくなっていくんですよ。だからまあそのグレイの皆さんその曲でサッチャー論理です、サッチャー論理です、容赦を容赦をって言ってるワードの歌詞があるんですけども、それはフォークランド紛争でイギリスとアルゼンチンがフォークランド諸島で、戦争した時の話だと思いますよ。アルゼンチンを許してあげてください。今テルさんの声で正解っていう声が聞こえてきてるんですけども、まあこれも便利といえばそれ 100% 正解なんだったら便利なんですけども、そこ僕スポーツの勝ち負けでそれめちゃめちゃされてますから、相手が勝とうとしてるからか何なのか嘘って聞かされたり、だからさっきの電気消えてるところの方に行こうとするとですよ、暗いところで電気を暗いところ
にいちゃダメだとか、電気をつけておかなきゃならないとか、家の中の普通のこともあるでしょ。その辺のところを利用してこられてるんですよ。こんな難しい環境、誰か僕みたいな高齢者いらっしゃいます？僕がテレビ見てる時の勝利数異常でしょ、阪神タイガース。この間、今日巨人に負けましたけども、昨日まで阪神タイガース4連勝、5連勝だったでしょ。僕の世界ではあれぐらいの勝率が結構普通なんですよ。世界戦もほとんどのところが、まあトーナメント戦とか最終的に多くなってくるじゃないですか。負けていい試合なんかどこにもなくなってくるんですよ。だから世界一になろうと思ったら本当大変で、だからボクシングの世界戦でもこう勝ってるからなのか何なのか、まあ、今年は河川の撮影、大阪の淀川、あそこの撮影行った時に、その日井岡選手の試合で、まあ、結局その試合で判定負けで引退することになってるんですけど、僕その日2食なんですよ。で朝ごはん食べてから次の晩ごはん食べるまで、もう淀川の河川の撮影終わって急いで帰ってきて、途中で思い出した方で、あ、島と今日井岡選手の世界戦だって、で、なんとか試合には間に合って、で試合終わってから昼ごはんだったんですよ。だから21時、だから家出るときはもう7時過ぎには家で、6時ぐらい、6時台ぐらいに家出たかもしれないですね。だからかなり朝早くにご飯食べて15時間空けてるんですよ、間で。ただボクサーの人とかの減量とかその辺のところの影響を受けてるんじゃないかなって思うんですよ。だから今年他の日とかでも1日2食の日とかもあるんですよ。自然とそうなってるのか、今一瞬右目が涙目になってなったんですが、まあ、誰かがその件を聞いて、悲しんでくれてる。だけどお金の支払いが一切ないっていうところで、その全然これはお笑い事じゃないですよと、その訴えられた時ですよ。だから、まあ、阪神タイガースとかはお金がありますから、まあお金で払ったら済む話ですからあれですけども、これけどこれ本当お金ない人、これどうするつもりなんですかってなった時に、もう僕裁判所こうしようかなと思ったんですよ。そのスポーツの勝ち負けでね、僕の頭の中じゃなくて、もう何試合分、もうこの金額に相当する分だけ、頭の中はあなたたちの方で提供してくださいだとか、まあ、とにもかくにももうこれぐらいにしておきますね。もう時間ももう20時11分ですので、ちょっともうこれぐらいにしておきます。以上です。